のテーマは落語、演目は皿屋敷よりお菊の皿。やっとやっとこの曲をやーとせ秋田祭りで披露することができます。皆様お待たせしました。私たちかぐやはこのやーとせ秋田祭りで解散を迎えるわけですが、最後まで私たちらしく笑顔で全力で楽しんで演舞したいと思っています。皆様も一緒にお楽しみください。かぐや番長皿屋敷、心一つに演舞いたします。かぐや礼。大事な皿を割って井戸が突き落とされてしまったそうだ。1枚2枚死んだ今も皿を数えていた。9枚目を捨てて古い人生だ。お前さん興味あるだろう。
はい、ありがとうございました。神谷さん素敵。